はい、それではヨッシーアイランド GS やりたいと思います。では5の8行きましょう。さあ、お城。ん？何か声がします。わーわー。わーわー、これは俺ちゃまのものなの。わーわー。あ、お前たちなんでここにいるんでちゅか。お前たちもお城のお宝を狙ってるんですか？あれは大人になったら俺ちゃまのものなんでちゅよ。お宝はどうでもいいんですか？お城に入りたい？いいでちゅよ。一緒に行きましょう。お前も一緒に来るんでちゅ。お城の入り口でベビークッパとベビーワリと再会しました。また一緒に旅をします。とても賑やかですね。ここはどうやら最後の城。一体どんなことが待ち受けているのでしょうか。ついに登場、クッパのお城。ちょ待って。早速怖いんよ。よいしょ。おっと、怖いな、これは。怖いって、それ。どうやって取るの？よしよし。オッケー。ロケットかーい、まさかの。これはね。これはもう慎重に行った方がいいね。怖い。あっ！そう、当たっちゃったね。当たると、一発アウトです。見え、下を見せてよ。きっつ。当たらんようにね。ゆっくり行こうか。そうなんですよ。ロケットは難しい。怖い。ロケット難しいです。怖え。よーし！中間！ありがてえ。おやや？なるほど。誰で行くかによって、進むエリアが違うんだな。なるほど。これはね、大変だ。まあ、マリオなんで、マリオで。あー、これか。マリオといえばこれか。マリオだからこれなのね。あー、ミスったな。出してて。もうダメだ。マリオはむずいのか？恐ろしいな。
恐ろしいね。さすが最終ワールド。難しい。でもなぁ。マリオだ、行きたいな、最後は。すげえな、でも。5人だね。ちゃんと分岐があるのね。やっぱりね、こういうのがいい。怖いって。こっちおいで、おいで。やった、いけた。よかった。ん？降りていいの？いいのか。出口も5つある。いきます。あっと、もう、ボスか。やったー！フラワーだ。フラワーはありがたい。で、あー、ここにが足らんか。まあ、一応。ここは？なんかある。行くぞ！どうやら目的地に着いたようですね。あいつらもいないようですね。ここまで付き合ってくれてご苦労ちゃん、もうお前らには用はないですよ、ひど。何をしているでちゅ。さっさと出て行きなっちゃいよ。ここは今から俺ちゃまの部屋でちゅ。やっぱり俺ちゃまの宝を狙ってるんですね。このお城は俺ちゃまのものでちゅ。誰にも味ないでちゅ。はい？わお！ほう？普通に弾が当てるんだ。やったー！え？これでクリアなの？なわけないよね。おお、お前たちは、クッパ様にななんてことを、捨て足すまぞ、クッパ様。おい。おう、クッパ。子供の頃の我が輩よくも。やってくれたなぁ。え？はい？あ、卵は？これは？あー。こうか？なるほどね。飛びすぎやろ、おめえ。怖っ。よいしょ。さ、失敗した。失敗するなよ。お？やったー！クッパ様、やられてしまうとは、なんてろこと、過去なる上は。やっぱ笑いよね、そう簡単にも。はい、巨大化。定番ですね。あれ？おお、みんないるじゃん。あ、なるほど。思い出した。危な！
そうだそうだ。おっとおっと。3発当てたね、今。4かな？あ、外した。うわ、危ない！ 4、4、4。あと何発？5。スナック菓子。危ない！おっと、連続。危ない！ 6？ あら？え？出したの？これでいいのか？終わったの？畜生、未来まで覚えてやがれ。待ちー。おっと？お、お、お。あら、赤ちゃんたちが。おう、ルイジ。おっと、なんだ？お城が壊れる。お城が壊れていった。おー、よし、なに、どういう格好やね。ヨッシーとベビーマリオたちの大活躍で赤ちゃんたちは無事に助け出されました。あとはコウノトリさんが赤ちゃんたちをそれぞれのお家に無事届いてくれるはずです。ありがとうヨッシー。そしてコウノトリさん。さあみんなパパとママの待つお家に帰りましょう。はい。30点、13点、50点、93点。まあ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 。タイムアタックモードオープン。秘密こそオープン。というわけで、ヨッシーアイランド DS。とりあえず、ストーリーはクリアです。まあ、やり込みとかはあるんだけど、まあ、秘密コースとスペシャルコースに関しては、まあ、クリア目的で、クリア目的で、まあ、クリアを目指して頑張りたいとは思いますが、スペシャルを出すのが大変そうなんですがね。秘密はもうクリアしたから出るんだけど、まあ出すのも大変だし、クリアするのも大変ですね、これは。秘密スペシャルは。なんか、スーファミとアドバンスのスペシャル語が異様に難かったんだよね。カメックの復讐。あれはね、と、実機でやってた時、スーファミとアドバンスでね、一番最後でした、あれが。カメックの復讐が。あれは難しいです。まあ、任天堂スイッチオンラインでやった時は巻きますし、ガンガン使いましたからね。いやーよかった。でもまあまあまあ、無事クリアできたんで。ストーリーね。あら、全員、みんな元のお家にね、帰ったね。よかった、よかった。いやあ、スーパーチャットありがとうございます。いつもありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。あら、ワリオは、どここれ、家じゃないの？なんかワリオは、どういう感じなんで、これ、イカダの上だな。あら、ベビークッパー、岩に当たって落ちてるじゃん。
なるほどです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。無事クリアですね、とりあえず。さあ、スペシャルと秘密が。おっと。ワリオがいるとこに子供のクッパが落ちてきた。これはどうなるんだ？ワリオはハテナになってるね。なんだってやってるんでしょうね。これは、ちょっと待って。なんとなく想像ができる。またワーワー言うんじゃないだろうな、おめえら。言ってる、こんとり、あー、てんてんてんじゃん。この鳥さんが困ってるよ、二人とも。いやー、いや、なかなか。おー、赤ちゃんたちの頭上にはそれぞれ星が輝いています。ベビーマリオ、ベビールージ、ベビーピーチ、ベビードンキーコング、ベビーワリオ、そしてベビークッパにも。ほう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 。うん、6人？地上に降った星は7つでは？え？ 7 つ？まさか。いや、さすがに。ねえ。え？なんか、ヨッシーの卵にヒビが入ってんだけど、何これ。ヨッシー、あんたかーい、夏目の星は。よしよし。よしよしじゃねえよ。ヨッシーみたいに言うなよ。よしよしって。何言ってんだ、私は。一人で何言ってんだろう。でもまあ、クリアだね、とりあえず。一旦は。お？スタッフロールが終わって、タイトル画面に戻って、クリアなってる。よし。ちょっと見てみよう。お、秘密出てる。出てるのはいいんだけど、いいんだけど、スコアがね、800点で出るんかな？まあ、わかんない。では、次回から秘密コースとかスペシャルコースをやりたいなと思います。というわけで、今回の動画はここで終了です。ご視聴ありがとうございました。